こんにちは。大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A 令和4年度確定申告の変更点あるというテーマですね、お話ししていきたいと思います。はい、では今日の質問内容になります。令和4年度の確定申告の変更点があれば教えてください。こういった質問内容になっております。このチャンネルではですね、大家さんの税務相談の Q&A を1日1つずつですね、解説していっております。私が過去メルマガで書いてきた相談内容から厳選してですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それからメルマガの登録ですね、こちらも概要欄から無料でできますので、こちらもぜひよろしくお願いいたします。はい、では回答の方に行きたいと思います。主な変更点としてですね、3つご紹介したいなというふうに思います。まずはですね、確定申告書 A の廃止というものになります。今までですね、実は給与所得とか年金所得ですね、雑所得なんですけども、その方がですね、それしかないような方がですね、利用していた申告書 A というものがありました。ちょっと簡易版みたいな感じですね。確定申告書の簡易版みたいなものですね。それが申告書 B に統一されましたということになります。国税庁のホームページにですね、もう令和4年度の申告書がもう上がってるんですけれども、この申告書の後ですね、ここに今まで A とか B とかあったんですけども、これがなくなってます。申告書という形でもう統一されてますよということになります。つまり B の方にですね、B のフォーマットにもう統一されたということになりますので、給与所得だけとかですね、年金だけとかっていう方も、このフォーマットに書いていくということになります。で、今度は2つ目になります。住宅ローン控除ですね。住宅ローン控除。自宅をですね、自宅をローンで、住宅ローンで購入した方っていうのが、控除があったんですね。今までですね、ローン残高の 1%、これが控除期間ですね、10年間、1% を10年間控除できますよと、税額から控除できますよというものだったんですけども、令和4年の入居の場合ですね、控除率が 0.7% にちょっと下がっちゃったんですね。その代わり控除期間を13年という形で、ちょっと長めにしましたよということになっております。これはですね、今のローンのですね、住宅ローンの利率が 1% を切っているというところになりますので、それに伴ってですね、控除率を下げたということになります。で、さらにですね、適用対象者の所得要件というのがあったんですね。所得要件が、今までは3000万円、合計所得金額が3000万円以下の方が受けられるんですけども、これが2000万円ですね、引き下がっていますので、所得高い方はですね、住宅ローン控除が受けられないということになってしまいますよということですね。でちなみにですね、借入限度額、令和4年度の、この令和4年の入居の自宅ローンの限度額ですね、これ3000万円になっております。認定長期優良住宅の場合は5000万円ですよというものですね。ちょっと変更点が多くなっておりますので、ご注意いただければと思います。で今度最後3番目ですね。3番目は、事業所得と雑所得の区分。ここにちょっと変更点がありました。何かというとですね、ちょっと副業問題みたいな形で、こう通達の改正をするよっていうですね、パブリックコメントが、令和4年度の時にあったんですね。そこでですね、いろんな議論があってですね、ちょっと猛反発みたいなのがあって、結果的にこのようになりましたということですね。事業所得か雑所得の区分、これがですね、不明確だったものを明確化するためにですね、通達の改正が行われましたよということですね。で、この、結論としてはですね、このような形になっておりますと。記帳帳簿書類の保存がある場合には事業所得。記帳帳簿書類の保存がない場合にはですね、基本的には雑所得に該当するんですけども、ただし収入が300万を超えて、かつ事業所得と認められる事実がある場合に事業所得に該当しますよと。それ以外は雑所得に該当しますよということになりますので、ある意味ですね、帳簿とか記帳してるかどうか、ここが判断基準ですよというものになっております。図解するとですね、こんな感じですかね。300万を超えているか300万以下ですね。で、記帳帳簿書類の保存がありかなしかというような図になっております。記帳帳簿書類の書類があるのであれば、300万を収入を超えてたとしても300万以下であったとしても、おおむね事業所得でしょうと
というふうに認めますよということですね。でむしろ保存がない場合ですね、保存がない場合、300万を超えてるんだったら雑所得、おおむね業務にかかる雑所得ですかね。で300万以下であれば業務にかかる雑所得ということになっております。ただしですね、先ほど見た通り事業所得とですねという事実があればですね、300万を超えて事業所得という事実があればそれは事業所得ですよというものになっております。でただしなんですけれども、こちらの方ですね、基調帳簿処理の保存がありの方ですね、ただし基調帳簿処理の保存があっても次の場合は雑所得に該当しますよというふうにしております。これ2つ例があってですね、収入が金商と認められる場合、例えばどんな場合かというと、収入が300万円未満で、かつですね、本業のですね、10% 未満ですよと。サラリーマンの副業みたいなのを想定しているんだと思います。サラリーマンのお給料の 10% 未満のですね、収入しかないというのであれば、これは収入が金商でしょうというふうに認められてしまうというところですね。それから、営利性が認められない場合ですね。営利性が認められない場合。例えば、例年赤字で、赤字解消の取り組みをしていないといった場合ですね。まあ、例年というのは、おおむね3年ぐらいというふうに考えているようです。ずっと赤字で、その赤字を解消する取り組みをやってないよというようなものであればですね、これは帳簿があったとしてもですね、雑所得ですよというふうになっております。まあ、このね、変更点があるんですけども、期限ですね。まあ、令和4年度の確定申告の期限。これ延長というのは今のところありません。まあ、今までですね、ちょっとコロナの関係で延長とかあったんですけども、今のところはないですよと。なので、令和5年3月15日までがですね、申請期限なんですよというものになっております。ですから、早めにですね、申告できるように準備していただければというふうに思います。